転がした際が歪み合い蹴散らす5倍の勢いでブレイクダウン接戦に出すだってご自由に上げろ勝ち時掲げるビッグビーダーラッバキバビーダー革命を起こせ希望がウィンガーウィン強引なままでそうダーラッバキドリーダー困難を超えて時代を作り上げてゆく行くとどここんにちは。あ、団長お疲れです。例のキャロル仕上がってますか？仕上がりました。バッチリ。あの後。バッチリ。まだ何かは言ってないですけど、あの後、大丈夫ですか？バッチリで。バッチリ。バッチリなんだよ。めっちゃいい感じに仕上がってる。タコちゃんはね。今日はタコちゃんがキャロル納車ということで。はい。じゃあ、社長、キャロルお願いします。ちょっと持ってきます。はい。はい。マニュアル乗れる？いや、わかんない。大丈夫？わかんない。これでしょ今日の説明は。あ、こっちでした。あ、これ違うの？待ってよ、めっちゃ綺麗になったよ。マジ？めっちゃ綺麗になった。でも鍛えてる見てないですよ。マジガードレールだからね。あれ動画出してなかったっけ？磨いた後ですか？あれ磨いた動画ってちょっとね。サブちゃんが出して磨いた後ですよ。すごいことになった。あれ？あれ？あ、じゃあ動画撮ったの俺作ってないかな。ああ。多分ある。マジでかあるよ。触ると手白くなってもん。マジ？来た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 。まだ見ちゃうかよ。ダメなんですか？ちょっとほら、映しちゃって。おぉ、ちょっと反射で。カメラは何にやけてるの？カメラはにやけてるよ、なんか。見たい。見たいですね。見たい。はい。社長。いいですか、見せて。ちょっと待ってね。まだダメですか？いい。さあどうぞ。どうぞ。サーブでやったのよ。これ見て。何カメラマンちょっとこっち来てたな。これ本当につけたんですか。まつげついてる。可愛いですねこれ。どう？これ1週間どっちかんよ。1週間どっちかんよ。1週間乗らずに置いとくっすね。どうキャロル？おお。これは撮りたかったら撮って、まあ、サービス、サービスですよね。サービス、サービス。ささやかなサービス。結構時間もかかったね。これ結構大変ですね。登りましたね、これ。これ最初巻いてあったからこうなったんで、綺麗に。へぇー。そう。これやばくない？で、ホイールどう？リアルディッシュ。おー。おお。意外と似合ってる。あ、これストローク今いい感じですか？前より良くなったって、まあ限界なんで、これ以上はあれだな。あ、ハンドルがん、それじゃなくて、これじゃなくて、ちっちゃい方です。マフラー、やばい。あ、限界っすね。それも切ったんだけどね。どう、これマフラー、これサービスなんですよ、社長。お、いいね。僕だから社長で交渉しましたよね。社長なんとか安くって言って。ワンオフマフラーちょっと聞かせよう。ニュートラ入ってるか見てね。どうこれ。ね。ガードレールよくここまでツヤ出ましたね。ん？ガードレール？最初ガードレールみたいになったじゃないですか。ああ、ボディね。ちょっとこの辺誰かの頭と一緒で、これ見て、ここ。この辺。ああ。ちょっと誰かの頭と一緒で。なんで俺っとした。しょうがないですよね、年来たら社長。しょうがない。我々。年で来るのよ。じゃあ、タコちゃんの前に来てこれ。え、少ないから、手貼っとこうかな、これ。あ、もう一個入れます。どうどうすか、どっかの民族みたいだったこれでいいよ、もう。いや、社長。え？ってことで、はい、超貴重な、しかもこれ保険つけるのめっちゃ大変だったんですよ。なんで？いや、最初10万円って言われて。ああ、そういうことね。で、10万つけばいいとこって言われて、で、あの、あゆみさんに、なんとかして100。100も入った。100つけてくれて。すごいね。はい、なので、保険はバッチリです。はい、はい、安心して。ちょっとここで試走してみる？したいです。 OK、いいよ。じゃあちょっと、あ、じゃあこの辺ハンドル変えましょうよ、うん、じゃあちょっとハンドル変えてもらいましょう。はい、OK です。
なんかやっとるってもう気もいいってなんか似合わない分だったいや、ありじゃないですか、このままでかっこいいやんかっこいいやん、これこれね、心が綺麗じゃないと休暇あかんのよじゃあ開かないっす開けてみあ、マジだあ、もうガソリン入れれんわ、これもう使い捨てだからなくなったの、これ変えてえ、本当に開かないですけど開くってほら、開くやん、ほら鍵いらないですほら、開いたでしょ開けみえ、なんで心が綺麗じゃないとあかんのよ開いたこれね、コツがあってね多分ね、この辺ぐらいまで刺したからこの辺だけここまでだったらなんていうの、微妙な角度、ほら、わかるかな先っちょでしか開かんのよほら、でしょこの辺これ持ち主だとわからんやつマスターしとけあ、いやいやおそう、まあ、多分自分のなったらわかるよ、多分あー、オッケーマスターはいオッケーオッケーで、スピーカーもほら、アウターバッフルおぉ当時物、パイオニアこれの愛車が、とうとう熱々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 運転できる？いや、わかんないです免許持ってんの？免許は持ってます免許はブンブンブンじゃなくて、ちゃんとマニュアル運転できる？俺厳しいよ後ろちゃんと見てよはいハンクラできる？ハンクラハンドルちっちゃい出ないよ前気をつけてね早いね、教習車がその早いねなんか出したくなりません？早いねはい、原点、歩行しといたはいはい、左ですなんか、運転、乱暴じゃないちょっと優しく乗ってみ、ちょっと優しく乗ってみはいはい、そこ止まれたからねはいここ止まれいい感じはい発進できるそこで止まらないよ普通いやなんかあれじゃないですか止まらないよ初心者かいや初心者っすあ初心者か初心者だったわなこちゃん危ない事故るわ帰りこれいや大丈夫帰り廃車だわ絶対廃車はないまだ飛ばしたかんやちゃんと慣れるまで、はい、ちょっとりあえずそこそこするでしょいや分かんないですよどうってなるよ振動が来るね、車にショック工事の計測しにおぉ、まあ3、4、2、3とかだよね、1、2とか飛ばしすぎやってメーター見てメーター見て飛ばしすぎ、ここ一般道思ってる出るから、マジで出るでしょ出ますスペースより早いでしょ、君の親の100ぐらいすぐ出るってブレーキ遅いってブレーキかけながらゆるっとするんだよ分かった青だよ青左ちょっとちゃんと運転してちゃんと運転してマジでねえもうアトラクションじゃないんだから頼むでマジでマイクほら接触悪くなったけマイク接触不良しとるあーやばいやばいやばいマイク接触不良しとるかゴガゴガゴガするかも勘弁してちゃんと速度見たしてなあかんよガッチャンガッチャンしてからに本当にもうマイク接触不良起こしとるってもうガッコンガッコンするからびっくりするわ本当になんでこっちだったのしなみくんキャロル持ってきてよキャロル何キャロルキャロル何見せびらかそうと思って誰の車パクくんの車おうすこいっておうすとか言ってウォースだって誰かと思えばコメント書かれとったやんなんてあの店員イラつくわ勝手にイラついときゃつね
しゅうくん、しゅうくん、けこつかんと怒られるよ。はい、すいません。なんかこんなコメント、まだ残ってんのかな、あれ。コメント、なんかこんなコメントあったんで、しゅうくん、気をつけた方がいいっすよ。はい、本日は、おベンツ乗りたい。おベンツ。おベンツ乗りたいということで、はい、お出ししますので。お出しします。気持ち悪い。鳥肌立つ、鳥肌立つ。怖い、怖い、怖い。少々お待ちください。こんな点逆にやだ。今、殺意感じた、この人。怖い、怖い。なんか俺を引こうとしてない、この人。やばいって、ほらステーションかっこよくない？おーかっこいいやん。広いなこれ。シート柔らか。え、別にめっちゃよくないこれ。いいね、もう片手で。いいね、もう片手で乗っちゃって。いいじゃん。しおりくんの煽り。右曲がっちゃって。右曲がっちゃって。止まっちゃって。しおりくんの煽りがやばいね。止まっちゃって、右曲がっちゃって。あ、いいね。あ、すごい。滑らか。あ、滑らか、滑らか。滑らか。この人、俺らを足にして車を運ばせたっていうね。で、運んだら今度で、もうさっさと帰りんとか言い出すからね。昼間すごい雨だったね。知らないです。じゃあ、ダコちゃん気をつけて。はい、気をつけます。はい。見てたね。あ、だからキャロルの、そう、納車で、あ、納車の動画の最後に俺勝手に出てきた。そう、勝手に出てきた。勝手に出てきた。びっくりするよ。じゃあ、ダコちゃん気をつけて。はい、いい車。乗るよ。帰れる？はい。帰れる？いや、なんとかなるんじゃない？俺、隣におらんでいい？持って帰っていいよ。持って帰っていいよ。持って帰っていいよ。どういうことや。いいね。速さの落としたな。なんか、年代を感じる。古いもん。くらこれだ。え？これフォークついてる？フォークついてるよ。あれ？フォークついてない。あ、ついたついた。これフォークや。BMW じゃん、これ。BMW やん、これ。かっこいいやん、ほら。キドニーライトやん。キドニーライト。キドニーライトだって。キドニーライトね。どんなの？はい、じゃあお気をつけて。最初オートバックス行かないからね、いろいろ。スマホホールだ。いや、オートバックス。ジェームスありますか、ジェームス。バイバーイ。気をつけて。かわいいな、この車。あ、YMC 貼ってね。いや、YMC 貼ってねとか言って。かわいい。ステッカーぐらい貼ってあげなさいよ。ステッカーは有料で、あの子いっぱい持ってるもん。あ、そう、うん、売るほど持ってる。俺何を喋れるの、こっから。はい、じゃあ、しゅうくん閉めてください。はい、というわけでキャロル、ね、YouTuber みたいな。いい車でした。ね、ひき肉ですってやってよ。ひき肉です。知ってんの、知ってんの、しゅうくん。あんだけで撮ったら分かる。じゃあ、我々、はい、これどっちだよね。 M 線のそれ、俺それ。ひき肉レースやってる場合じゃないですね。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.